パナソニックアサヒ乾電池アサヒ乾電池株式会社はかつて存在した大阪の電池メーカー。発明家の松本亀太郎が1914年に設立したアサヒ乾電池製作所として創業。松本のアイデア、技術もあり、当初は業績を伸ばしていたが、ほどなく行き詰まり、松下電気産業の参加入りとなった。最盛期の宣伝活動は当時の雑誌広告や 地方に残る放浪看板で確認することもできる。松下幸之助の右腕とも、番頭とも言われた高橋新太郎は、当時の勤務先から朝日乾電池の救済のために出向しており、朝日乾電池ごと松下電機に吸収された形。松下電機から見れば途中入社とも言える。その後、1942年に吸収され、 企業として独立した朝日間電池は消滅する。戦後、再び松下電機が同盟で設立しているが、住所は森口市松下町一番一号である。また、合併前から続くサンライズブランドは現在でも使用されているが、すべての製品の販売は企業間取引に限定されており、市販されてはいない。玩具、雑貨品などの販売時に添付されている電池として、 見かけることがある。市販されていた頃は、一般的な電池よりも、真空管ラジオ用の B 電池、トランジスタラジオ用の積層電池、通信用電池等の特殊電池を多く生産していた。サンライズブランドの単4型アルカリ乾電池。サンライズブランドの CR-2032 型リチウム電池。法政大学大原社会問題研究所。 協調会資料松本朝日乾電池葬儀解決の県インターネットフォトマガジンジャパン。東松正明から、昔は朝日乾電池といって大阪が本社でうちは名古屋工場の下請町工場で三ッ星貿易会社概要。ありがとうございます。